それでは、今回は、首の内側の操作および肩、首の内側と肩の操作をいたします。でまず首というのはここに見ていただくと分かるようにこの骨、頸椎と頸椎、骨は頸椎しかないということですね。ここには頸椎しかないということ。で首の内側の骨というふうに感じるのはこういうね、頸椎の内側の骨で外から触れるのは唯一ここだけなんですね。この内側の骨を、骨のところを指で触れていくっていうのはここしかできないでしょ。あとはやろうと思ってもできないでしょ、ね、でこの首側の内側のこの状態、頸椎の状態を知るのもこの首の内側の操作の手の感覚しかもう感じられないところなのね。いいですか。そういうためでも非常に貴重なところなんですね、この首の内側というのは。で首の内側はさらに大事なことはこういうね、頸動脈が通っているということですね。で頸動脈というのは総頸動脈とそれから内側を通って、良い内側を通っている内頸動脈に2つに分かれます。総頸動脈と頸動脈と、ね、それでそのこういう大事な太い血管が首の内側を通っているということなんですね。で筋肉で言えば胸骨、鎖骨、それから乳腰突起というふうに結ばれている胸鎖乳突筋が主役です。でその他にもいろいろ筋肉はありますけれども、僕たちが操作できるのは主に胸鎖乳突筋を操作していきますですね。でそれはもう一つ大事なことは輪状筋といいまして、ここに食道と器官が通っています。食道と器官が通ってますね。でそれはこの骨格の内側を通っているわけですね。この頸椎の内側を通っているわけです。ですから頸椎の内側に輪状筋といいまして、想像していただきたいのは洗濯機のホースのような蛇腹のようなホース、そういうような輪状筋という筋肉がここを貫いているということですね。でその輪状筋そのものも操作していくわけです、ね、食道および器官が通っているところですから、食道のに関わる病気あるいは器官に関わる病気、全てその輪状筋を緩めることによって、病気の治療をしていくわけですね。ですからここは覚えてほしい筋肉の名前は胸鎖乳突筋と輪状筋という筋肉です。いいですね。でその胸鎖乳突筋もただ一筋のように見えるけれども、そうじゃなくてその胸鎖乳突筋のが張って見える一本の筋の周りの靭帯もみんな大事です、ね、それから輪状筋の周りについている靭帯も大事だし、こういうふうにここをちょっとこれを見て分かるように、内側の筋肉もみんな靭帯状についてるということです。いいですか。こういうふうに外側の筋肉も頸椎に対しては靭帯状についている。それから内側の筋肉もこういうふうに突起に対して靭帯状についているということをきちっと、覚えてほしいと思います。